猫だの宝探し。ワクワクしすぎて心臓が止まらねえぜ。いや止まったらやべえだろ。始めていくか。うん、ゆっくりだったな今。はっ。ある日猫だは散歩をしているところ、一枚の紙が落ちていました。なんだろう。ちゃんと猫要素入れてきた猫だ。猫だは分かったけど、名前はなんて言うんだい？わあ、地図だよ。なんて書いてるだろう。バツのある先、眠る宝あり。もしかしてこれ、宝の地図かにゃ？もう、にゃんちゅうで行った方がいいんじゃないかな。にゃんちゅうだにゃん！誰だ今のは。偽物だったな明らかに。眠る宝ありって書いてあるし、そうに違いないにゃ。そうと、にゃりゃ。にゃりゃ。無理やりすぎないが。そこにもにゃ入れてくるのね。語尾だけでいいと思うんだけどな。早速出発だにゃ。すんごいがめつい。波みたいな目になってんのよ。なんか怖くない？この猫の目、だんだん、ひじきに見えてきたんだけど、俺だけかな？じゃあ早速、地図の通りに行ってみるにゃ。行こうか。適当な地図だったけどな、なんだここ。三途の川みたいなの来たんだけど。ここが川にあった、川がにゃ。しかし大きい川でにゃ。そうかこれ。どっちかって言ったら小川じゃねえか。もうジャンプしたら飛び越えれるぐらいじゃん。ガンジス川の方がまだでけえぜ。渡るのも大変そうだにゃ。そういえば、あそこに岩があるにゃ。あそこってもうここよ。どこ見てんの？どこの岩見てんだ？あそこの岩を動かして川を移る。ことができないかにゃ。ちょっとやってみるにゃ。動かせるかそれ。お、頑張ってる。よいしょよいしょ。え？いや、むちゃくちゃバカ力なんだけど。お前、猫かぶってる。その名の通り猫かぶってます。中身ゴリラです。エネゴリ君もびっくりです。わあ、岩が落ちたにゃ。やったにゃ。これで川を渡ることができるにゃ。大きい川って言ってた割、その川を塞ぐほどの岩だよ。むちゃくちゃできんだろうな、その岩。行こう。それじゃあ行ってみるね。音符渡ることができたにゃ。次の場所に行くにゃ。さあ、次はどうするんだ？いや、てか散歩だけで、なんだ、森泉？どこここ？どこだここ？どこだよここ？森の中に来たにゃ。この、くわ。でも暗くてよく見えないにゃって。気づけよ。どこが森なのよ。どこをどう行ったらこんなとこにたどり着くんだよ。あの地図にあんな書いてないだろ。あ、ちょっと待ってにゃ。誰に言ってんの？何持ってんのそれ。やったにゃ、ゲットしたにゃ。それ何？これで電気をオンするにゃ。どういう仕組み？それなんだよ。そのなんか、のりみたいなのってない？ねえ、スティックのりじゃん、それ。これで見やすくなったにゃ。次の場所行くにゃって。
何だったんですかあそこのステージは。わけがわからんな。誰のデベソだこれ。ジャイアンのデベソか。やけどしてんのかこれ。山の頂上まで着いたにゃ疲れたにゃ。山？あ、地図に載ってたバツマークだにゃ。スコップどっから出した。なんか曲がってないか思ったところ。このバツマークを掘ればいいのかにゃ。えい。なんか目みたいになってないか。ハート取ってる。なんか目みたいになってませんか。俺のせいか。いや俺のせいじゃないよ。中からハートが出てきたにゃ。か、ハートが出てきたってなんだ。おいしそう。どこが。ハート見ておいしそうって思わねえけどな。ただのマークだしな。こいつトランプやってる時にハートのやつ食ってんじゃねえかな。カード、なんかあれ、なんか足りなくないみたいな。それ僕が食ったに当てて2秒後みんなにしばかれそうだな。おいしいだにゃって。何味だよハートって。何味だ。頑張ってきた甲斐があったんだにゃ。楽しかったにゃ。なん、特に何のオチもなかった。はい、終わりですね。終わりましたね。ええ、は？なんだなんだこれ。おーい、そうだそうだ、実はこれホラー要素が入ってたんでした。猫田の T の人間差が、ちょどういうこと。こっちだったっけかな。行こう。いやもう意味が分かんないです。カビ生えてない。ある日猫田は散歩してるところ一枚の紙が落ちてました。はい、地獄への招待状、招待状。はい、覚醒。もう考えるのが嫌です。俺もです。どういうことですかこれは。わあ、地図だにゃ、なんて書いてあるんだろう。罰のある先、眠る宝あり。わあ、波状態来た。もしかしてこれ、宝の地図かにゃ。眠る宝ありって書いてあるし、そうに違いないね。そうとにゃりゃ、早速出発だにゃ。出た、もう怖いのよ、この時点で。ひじきみたいな目がもう怖いんだよな。どんな場所になるんですか。ブッサイクな雪見大福だな。なんだこれ、血みたいに出てるし。地図にあったりする、うん、川ね。大きい川だにゃーで、渡るのも大変だにゃーで。そういえばあそこに岩があるにゃーで、そこの川を動かして岩を渡ることができないかにゃーで、ちょっとやってみるにゃー。うん、よいしょよいしょ。さっきそれ、そんなの持ってたっけ。さっきそんなの持ってたっけ。なんじゃ、うおー、なんかビベみたいになってない。ビベ知ってるかな、みんな。あのよくわかんないあの曲、ドンバンドンバンド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 ンみたいな、ビベみたいなやつ。バッシャー、わあ、岩が落ちたにゃ、やったんやって。いじめてない？なんか笑ってるし、こいつも。こいつもこいつでなんか笑ってないかい？顎大量出血してる。大丈夫か？病院行こうぜ。いや、川を渡ることができるじゃなくて、音符じゃないんだよ。やってることひどいからな、こいつな。顎から血出てんだよ。誰だったんだ、今のは。次はどうなるんだか。もっともっと、なんだこれ、表しようがない。深海でもないし、もうなんかカラフルだな。森の中に来たねって。こ
どこが森だ。でも暗くてよく見えないにゃ。暗くない暗くない、むしろ明るいよこれ。あ、ちょっと待ってにゃ。またなんか持ってる、殺しに行ってる。なんかまた それなんだそれ。やったにゃ、ゲットだにゃ。これで電気オンするにゃ。何が出んだ。いやー、なんですかこの細胞みたいな、働く細胞みたいなの見えてきた。これで見やすくなったにゃ。眩しい。なんか目にいいとは思えないけどな。次の場所に行くにゃ。うわぁ、顕微鏡で見たなんか膝みたいな感じかな。出た、ジャイアンの。なんか壊死してないか。ジャイアンのデベソ壊死してないか。どうした、ポテトチップス食いまくったらこうなるのか。たけしって、山の頂上まで着いたにゃ。疲れたにゃ。あ、地図に載ってたパーツマークだにゃ。あの地図よく読めたな。このパーツマークを掘ればいいのかにゃ。えい、もう、わーじゃなくて、いや、わーじゃなくて何持ってんのこれ。マラカス、なんかマラカスみたいな、インク漏れしてるマラカスみたいに撮ってない。それ見て目をピッカピカして輝いてんの、目が、瞳が。なんで背景まで変わってんだろうな。ハート、心臓じゃないだろ、もう。ハート、ハートはハートでもって、それ食って美味しいとか言ってんのこいつ。とんでもないぞ猫た。これだったらまだねえ、猫ひろしの方がマシじゃない。美味しそうでね、いただきますね。なんかうわ、すっごいな、頑張ってきた甲斐があった。何を頑張ったんだ。うわ、はい、ありがとうございました。いい、またでかいし、いや、こちらこそ、あ、ありがとうございます。シュッシュアンキキキキキキン。イエーンデ、ディ、ウニアンデ、ウンデ、なんだそれ。うん。えへへ。もうすべてが嫌になったんだ。どうした？君たちを分からせるには、やるしかなかったんだよ。まあただ僕もきっとすぐに証拠が見つかって捕まっちゃうんだろうけど、首を切り落として川に沈めたのも、樹海に体を埋めて込んだのも、落とすために山の頂上で人を袋染めにしたのも、全部分からせるためなんだよ。でもちゃんと心臓はもったいないから食べたけど、なんで綺麗な心を持った君がこうも裏切っちゃうんだろうね、うん、ああ、なんかめんどくさくなってきた。もう捕まっちゃうよりかは死んだ方がマシだよね。こんな世の中に模様なんてないし、君たちを殺して僕はもう満足したし、どうせこのまま生きてたとしてもいいことなんてないでしょ。うん、じゃあもうこんな世の中からおさらばだね。永遠に苦しんでてね。バイバイ。いや、一方的に終わったんだけど。一方的な会話だな。いや、遠藤って。なんかスネ夫みたいに見えない？こいつ。ジャイアンに見つかったスネ夫ですみたいな。